はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はものすごく可愛くて手軽にできるブーケを皆さんに伝授します。例えばこんな人はいないと思いますけど、友達の結婚式のブーケを頼まれてて当日思い出しちゃったとか、もうずっと作ろうとは思ってたんだけど他の用事が忙しくて全然作る時間がなくなっちゃったとか、まあ、いっぱいこういう理由はあると思うんですよ。なので今日はそういう人たちのためにこのブーケを伝授します。では早速行ってみましょう。まずはね、こう用意する花材ですね。これも手軽にいきます。バラ3本、ガーベラ3本、カーネーション2本、キキョウラン1本、まあレザーファンは1枚か2枚で、モンステラを1枚、これで作っていきます。では始めます。まずこのキキョウランを、これ定番なんですけれども、こうパーツに分けて、でこれをこう巻いてホチキスで留めていきます。これを全てのパーツをこういう風にします。あ、全てのパーツじゃない、2枚ぐらいこう長くこう取っといてください。はい、次にこのレザーリフファンですね。これはこのように下の方の葉っぱを取って、でこのレザーも下のステムは切ってしまって、このぐらいの長さにしておきます。はい、こちらが準備ができたパーツです。このように準備をします。そしたらここからはね、手元アップでいきます。はい、まず最初にこうバラを持ちますね。そしたらこのキキョウランを持ちますね。でカーネーション、キキョウラン、でまたバラで、ここにまたバラですね。ある程度こうまとめていきましょうか。でカーネーション、でバラの方を少しこう高くしましょうね。こういう感じで。そしたらここにまたキキョウランを入れます。でこの周りにこうガーベラをこう入れていきますね。このようにガーベラを入れていきます。こういう状態ですね。でそしたらここでレザーリフファンをこの下にかませていきます。でこの後ろ側の空いてるところですね、こういうところにレザーリフファンをかましていきます。はい、そしたらここまでできたら、ある程度ここでこうラウンドを整えて、で最初長くしといたキキョウランですね、これをこう伸ばして入れます。これは同じ方向に伸ばして入れていくとかっこいいと思いますね。こういう状態ですね。そしたら最後にこのモンステラをこの後ろ側に入れて、これで完成です。はい、ではこれで結束をしていきます。はい、こちらで出来上がりです。ではね、こう机の上に立てて見ていきましょう。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。これはね、もう結婚式にももちろん使えますし、こうお家にちょっと飾っとくんでもすごく可愛いと思います。ただ本当にこう数分でこうできるんですね。だからまあこう本当に忘れちゃった人がいたとしても焦らなくて全然大丈夫です。このぐらいのブーケだったらこう何分かあればね、すぐにできるようになりますので、ぜひ焦らないで作ってみてください。こう本当可愛いですよ、ほらめちゃめちゃ可愛いでしょ。ラインもあって、後ろ側もこんな感じ、前がこんな感じ、もうめっちゃ可愛いです。なので今日はこちらで決まりです。ではぜひ実践して作ってみてください。また次回ね、色違いのブーケも紹介していきたいと思います。皆様のおかげでこのフラワー TV はチャンネル登録者4000人を超えました。まあ、ただ目標の10万人には程遠いので、
引き続き皆さんのチャンネル登録を募集します。そしてすでにねこうチャンネル登録をしてくださってる方はぜひこう SNS とかで拡散していただきたいんですね。で多くの本当に一人でも多くの方にこのフラワー TV を見ていただけるようにお願いしたいと思います。では引き続きフラワー TV をよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!